東京ミッドタウンからお伝えしますけども、こちらのイルミネーションを抜けるとですね、多分あれはスワロフスキーのクリスタルなのかな、ものすごい、光のカーテンのようなものがあります。この白いやつは上からこうすだれのように、のれんのようになってますね。すごい不思議な光り方をしています。その下にお城のような、なんかディズニーのあのエレクトリカルパレードのような感じですよね。日立のウーのキャンペーンをやってます。まあ、どこも年末なのでキャンペーンをやってるわけですね。以上、東京ミッドタウンから、お送りしました。